皆さんこんにちは。で、本日もですね、滑走路のライトについて説明していきたいと思います。本日は進入灯および滑走路灯についてです。やはり夜のこういった夜景は綺麗ですよね。現在羽田空港ワイヤレスランウェイ34ライトでアプローチしています。ではやっていきましょう。今、アイレスをキャプチャーして4000フィートから降下しているところです。パイロットはですね、こういう綺麗な夜景を見ながらも、ついついですね、航空障害灯が気になって、そちらの方に目が向いてしまっちゃうんですよね。航空障害灯って何？ってなりますよね。まあ、航空障害灯の定義及び設置基準については、航空法等で適切に定められているんですが、まあ、簡単に言うと、航行する航空機が障害となり得るもの、それに障害灯をつけることで目視しやすい、認識しやすい状態にしようというものですね。よくあるのがビルなんかで光るあのパカパカ光っている赤いライト、あの綺麗なライトですね。これを航空障害灯と言います。進入表面、水平表面、定位表面って何？っていうのがあるんですけど、これすごい分かりにくいんですよね。でもパイロットはみんなこれを覚えるんですよ。結構ややこしいんですけど、まあこの周辺にビルがあると障害になりますよという一つの基準ですね。あと障害灯には4つあって、高高度航空障害灯、中高度白色航空障害灯、中高度赤色航空障害灯、あと低高度航空障害灯という4種類の障害灯があります。これを今から説明していきます。まずは高高度航空障害灯から説明します。これは地上または水面から150メートル以上の高さの物件ですね。煙突、鉄塔、柱なんかがこれに当たりまして、できた当初のスカイツリー、これがついていました。もう今はついてないですけどね。続いて中高度白色航空障害灯です。これは地表または水面から150メートル未満ですね、この高さの物件につけられます。煙突なんかについてるんですが、航空白の閃光になります。次が中高度赤色航空障害灯ですね。先ほどの2つに当たらないもの、これには中高度赤色航空障害灯がつきます。これはですね、航空席の明滅回数が少なくて20から60回毎分になります。最後に低高度航空障害灯です。これはですね、先ほどの高高度航空障害灯、中高度航空障害灯以外の物件につきます。この投稿はですね、航空席の不動光なんですよ。これが一番ポピュラーじゃないですかね。都会のビルなんかについていてパカパカしてないやつですね。まあ、というようにパイロットはこういった綺麗な街の夜景を見ながらも、航空障害灯を見て障害物がないかっていうのを確認しながら飛んでるんですよね。では徐々に空港も近づいてきまして、まあ、滑走路も見やすくなってきましたので、ここからは滑走路の灯火について説明していきたいと思います。見えてきましたね。で、まずはですね、進入角指示灯です。滑走路の右側に赤と白のライトが見えると思います。これはパピーと言いまして、プリシジョンアプローチパスインディケーターというものです。これは滑走路の進入端に至るまでパイロットに対して正確な進入角を提供します。この4つのライトの白と赤の配分でそのパスが決まります。今は白白赤赤なので、適切なサンドパスで進入しているという意味になります。次に向かって一番手前につけられている、これ進入灯ですね。これ ALS と言いまして、アプローチライティングシステムです。まずアプローチライトといって、進入する航空機に対して最終進入経路を示す灯がですね、クロスバーやレッドサイドローバレットがついています。
ここまで来るとカッソロ島がはっきり見えてきますね。カッソロ島には一番手前にはカッソロ末端島、そして接地帯島、カッソロの中心を走るカッソロ中心線島、あとカッソロの周りにあるカッソロ島、一番奥にあるですねカッソロ末端島というもので構成されています。一番手前にある滑走路末端と緑のライトが見えてきましたね。その奥にある接地帯島、この接地帯島の範囲内に設置します。滑走路中心線灯を見て滑走路の中心にアラインできるように合わせていきます。設置しました。滑走路の中心線灯を見ながら滑走路の中心を走ります。このまま走り続けるとですね、滑走路中心線が変わってきます。はい、ここで滑走路中心線灯が色が変わりました。残り 900m になったら赤白の交互灯に変わって、残滑走路長が少なくなってきたよということをパイロットに知らせてくれます。また残滑走路長が 300m になったら、また滑走路中心線灯の色が変わりまして、ここから赤一色になるんです。これでパイロットに対して残滑走路長 300m ということを知らせてくれます。では今から滑走路を出て誘導路中心線灯に沿ってゲートに向かいたいと思います。やっぱり羽田の夜は綺麗ですね。ちょっと足早に説明しましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、皆さんと違った視点で遠くを見ているので、皆さんもこれから何らかの機会でこういった夜の空港に来て遠くを見た時に、あ、こういう意味があるんだなというのを思い起こしながら見ていただくと、また楽しみが増えるんじゃないかなと思います。ということで今からゲートに向かっていきたいと思います。やはり羽田空港めちゃくちゃ綺麗ですよね。でもね、やっぱり夜に降りて疲れてる時とかはね、滑走路間違えそうになるんですよね。そういった時はやはり誘導路案内灯をね、誘導路案内標識をちゃんと見ながら間違わないようにタクシーしているんだなぁと思っていただけたら嬉しいですね。で、今まで知らなかったそういったサインの意味とかも分かるようになるので、今後見るときはまた違った目線で見えるかなと思います。ではゲートに到着しました。では本日はどうもありがとうございました。また皆さんの役に立てれる航空知識、できればそういった動画も作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。